いや、最近いきなり寒くなってきたな。そろそろ冬服、具体的に考えないとな。だけど、どのサイト見ても服高いな。あのユニクロとか GU でも高くなってるからな。ちょっとセレクトショップのオリジナルはしんどいな。もっとユニクロとかで全身バシッと素敵なコーデ、誰か教えてくれないかなと思ってる皆さん。こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、全身ユニクロ冬コーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。もう毎シーズンの恒例となっています、全身ユニクロ企画なんですが、まあそのシーズンに買ったユニクロの服をですね、とにかくあっちこっちから持ってきて、なんとかコーディネートをですね、ほぼ全身ユニクロで作って、皆さんにですね、ご紹介しようという企画なんですが、毎回結構大変なんですね。というのもね、やっぱりユニクロという制限の中でやるのは、まあそれなりにハードルの高さがあるんですね。まあちょこちょことユニクロの商品買ってるんですが、かといって全てを買うわけにはいかないので、まあ手持ちのものでですね、皆さんに鉄板コーデ、今回は3つご紹介したいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思います。もちろんファッションというのはお金をかければかけるほど素敵になる可能性も上がってくるんですが、ただですね、どんなものを選ぶのかがすごく重要なので、お金をかけさえすれば必ずおしゃれになるっていうわけでもないんですね。一方である程度予算を抑えてユニクロだとか GU の中でもおしゃれをしっかりと楽しむこともできるんですね。ここはちょっとした工夫次第かなと思いますので、そういった部分が皆さんにも少しでも伝わればいいなということで、まあ、今回の動画もう全力で投球してみたいなと思っていますので、よかったらお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説としていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね、全身ユニクロコーデ皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、長い冬の中でも割とこう前半だとか春に近いような時にですね、使えるようなコーディネートですね。ちょっとライトめな冬の着こなしを皆さんにご紹介したいなと思っています。まず一番上に着ているこちらのアウターですね、先日もご紹介しましたユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションモデルですね、ハイブリッドダウンなんですが、こちらがですね、まさにこう秋の終わりから冬の始まりぐらいには使い勝手のいいアイテムだなと思うんですね。非常にライトなんですね。がっつりダウンが入っているというよりは割とですね、薄めのダウンになっているので、軽いアウター感覚でさらりと着てもらうのがバランスがいいようなアウターになっているかなと思います。襟元はですね、スタンドカラーになっていて、今のトレンド感をちゃんと拾ってあるのと、あとはキルティング部分ですね、この波状になっているところが、まあ、なかなかですね、ミリタリー感もあってすごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。僕はちょっとサイズ緩めに着るのが好きなので、まああえてですね、ワンサイズ上げているわけなんですが、まあラフな感じでさらっとこう羽織ってもらうのがなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。そしてその内側なんですが、まあダウン自体がちょっとカジュアルなので、今回内側にはですね、小綺麗なシャツを選んでみました。色はですね、ベージュを使っているものなんですけども、ベージュに対してホワイトのですね、ラインが入っているようなストライプ柄のシャツですね。これは今季のユニクロ U のシャツになっていまして、まあまだ在庫もありますし、なんだったらこうセール価格になっているので非常に買いやすいアイテムかなと思います。僕はシャツというアイテムが大好きで結構いろんなものを買い集めてるんですが、このストライプ柄なかなか雰囲気いいかなと思います。まあ、ストライプというと結構ブルー系をメインにしたようなストライプ柄が圧倒的に多いんですが、その中でも秋冬らしいですね、ベージュですね、ちょっと柔らかみのあるような色合いになっていまして、なかなかバランスがいいんですね。これは1枚持っておくと、例えば今のようにですね、ライトなダウンと合わせてもらうのもいいと思いますし、まあコートにも相性がいいので結構使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。セール価格だったらマストバイかなと思うんですね。でこちらですね、第一ボタンまできっちりと締めてちょっと小綺麗な形で着るようにしています。そしてボトムスなんですが、まあ、今回履いてるのはユニクロのですね、定番のタックワイドパンツのグレーですね。まあタックワイドパンツ大好きなので僕の中でも何本か持っているんですけども、アウターがブラックの場合はブラックのタックワイドパンツではなくてグレーを合わせることが多いんですね。まあブラックだとちょっと重たくなるかなという時にはですね、グレーを選ぶことでモノトーンでハマりもいいし、だけどブラックよりはちょっと明るさが出るので、まあちょうどですね、使い勝手がいいんですね。ホワイトマウンテニアリングのこちらのダウン自体も少し緩さがあるので、まあパンツもですね、感動パンツとか、そのあたりの細身のものではなくて、少しゆとりのあるタックワイドパンツぐらいでまとめてあげると、まあバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあタックワイドパンツはちょっとワイドという名前がついてるんですけども、
ども、センタープレスも効いてますし、まあ、そこまでワイドすぎないシルエットなので、意外と大人の男性にも使いやすいと思いますので、まあ、ぜひトライしていただきたいなと思います。で、足元に関してはすいません。ユニクロではありません。まあ、ここに関してはですね、今回はグリーンレベルのジャーマントレーナーのナチュラルですね。こちらを選んでみました。ナチュラルというカラーは結構ですね、ホワイトに近いような明るさのあるカラーなんですが、グリーンレベルのこのジャーマンはですね、ちょっとベージュっぽい色合いなんですね。まあ、ナチュラルとベージュの間くらいのカラーなので、まあ、今回はシャツの色がベージュということで、まあ、ちょっとリンクさせるような形で足元を選んでみました。まあ、このような形でですね、冬の前半だとか春もう少しだなって時にはですね、着こなしていただけるとなかなかバランスがいいかなと思います。まあ、このようなライトなダウンっていうのは着ていてすごく楽なんですね。それでかさばらないので車の移動だとか、まあ、電車とかの移動が多い時なんかにも非常に使えるアイテムかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんこのようなスタイリングも一つの参考にしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目の全身ユニクロ冬コーデなんですが、今度の主役はですね、やっぱり外せないこちらのコートですね。今季のユニクロの冬用のアウターの中ではひょっとしたらこれが一番僕にとってはお気に入りかなと思います。シングルブレストコートのですね、色はダークブラウンで細かなですね、千鳥格子柄が施されているこちらのコートですね。これを今回ですね、メインに添えてみましたが、いかがでしょうか？やはりこれはですね、大傑作ですね。まあ、シングルブレストコート自体はですね、数年前から展開がしていて、まあ、特に目新しさはあるわけではないんですが、まずはこの色合いと柄の組み合わせですね。まあ、シンプルなネイビーのコートであれば、割とよく見る形だと思うんですね。まあ、いわゆるシングルブレストコートといっても、ステンカラーコート、バルカラーコートと同じようなものになってくるかなと思うんですが、まあデザインはシンプルで使いやすいと。そこに対して色柄ですね、これがブラウンのですね、ちょっとこう季節感と言いますか、秋冬っぽさとか適度なやぼったさも感じるんですが、素材の風合いもすごくいいので、着方次第で全然大人世代でもですね、バッチリハマってくるかなと思うんですね。これは仕上がり完璧だなと思います。丈の長さもですね、短すぎず長すぎずというところですごくバランスもいいし、まあ、重量感もそんなにないので、ロング丈なんですけども、着ていてめんどくさいなっていう感じがないので、まあ、僕みたいなですね、めんどくさがり屋の人間でも割と使いやすいような仕上がりになってるかなと思います。まあ、これをメインに添えながら、今度内側ですね、丸首のニットを着ています。で、こちらのブラウンという色に対して色はベージュということで、同じ系統で、まあ、グラデーションみたいな形で組んであげるとよりハマりがいいんじゃないのかなと思います。で、こちらのニットに関しましては今季のユニクロ U のものですね、モックネックニットになります。で、サイズ感がですね、結構コンパクトに仕上がってるんですね。僕は身長164センチ53キロと小柄なんですけども、それでもですね、 L サイズでちょうどいいぐらいかなというところですね。ちょっと着丈が短いんですね。なのでサイズ選びは注意が必要なんですが、なかなか色合いがいいのと、あとはモック部分ですね、高さがしっかりとあって首へのフィット感も高いので、だらしなく見えないんですね。結構今季の JW アンダーソンのニットももともと気になっていて試着はしてみたんですが、割と首元がフィット感が強くなかったので、個人的にはこのユニクロ U のニットですね、こちらが、まあ、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、混じり気のあるベージュのニットで色合いもすごくいいし、ブラウン系のコードとの相性はすごくいいので、まあ、こんな形で合わせていただくのも一つの手なんじゃないのかなと思います。で、ボトムスに関しては、白パン大好きな大山としましてはですね、こちら実はですね、ユニクロ U のウィメンズの商品なんですね。カーブジーンズという商品がありまして、まあ、そちらをですね、僕は買って最近ちょこちょこと履いているんですね。色は真っ白ではなくてナチュラルカラーみたいな感じでですね、少し黄みがかってるんですが、まあ、秋冬であれば真っ白というのもいいんですが、これぐらいちょっとこうナチュラルカラーみたいなものもバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、上半身がブラウンとベージュということで、ちょっと曖昧さのある色です。失敗するとちょっとやぼったく見えがちな色なので、まあ、ボトムスで清潔感を出すという意味で、まあ、あえて白パンをですね、履いてみました。もちろんブラックのパンツで引き締めてあげるのもいいかなと思うんですが、明るさを出したいなら白、シャキッと引き締めたいならブラックという形で、ボトムスの色を変えていただくといいんじゃないのかなと思います。まあ、こちらのデニムもですね、ウエストさえちゃんと選べれば、シルエットは少しゆとりがあるんですね。
まあ、カーブジーンズということで、まあ、適度にこう、丸みのあるようなシルエットになってるんですけども、やぼったくないぐらいのギリギリのシルエットで、細くないし、これだったらキザになりすぎないで履けるデニムなのかなと思っています。まあ、このような形でですね、ボトムスを合わせて、足元はですね、これユニクロではなくて申し訳ないんですが、まあ、今回は、ニューバランスのグレー系のスニーカーを合わせてみました。まあ、白パンみたいなものに対して、どんなスニーカーを合わせるのかっていうところはですね、僕の中ではある程度こだわりがあって、まあ、白パンがちょっとキザったらしい感じにならないように、あえてですね、スニーカーは少しやぼったさのあるようなニューバランスのグレーを合わせるっていうのが、僕の中での一つのセオリーとしてあるんですね。こうすることで、白パンが持つキザっぽさをですね、うまく中和できるかなと思うので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。まあ、このような形でロング丈のコートを着てはいるんですが、まあ、ある程度カジュアルに見えるようなスニーカーだとか、あとはワイド感のある白デニムだとか、こういったものを使っているので、しっかりとカジュアルシーンでも使えるような着こなしにバランス取れてるかなと思うので、まあ、よかったらですね、皆さんも一つ参考にしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の全身ユニクロコーデなんですが、今回の主役はもう冬には欠かせないこちらですね。ダウンを使ったコーデになります。皆さんもご存知の通り、ハイブリッドダウンパーカーですね。こちらのオリーブが僕の中ではベストダウンだとユニクロの中では思っていまして、まあ、こちらを中心にですね、コーディネートを組んでみました。まあ、このオリーブの色味すごくいいですよね。まあ、ダークグリーンに近いようなクリーンなですね、オリーブ系の色合いで、やぼったく見えないんですね。まあ、ダウンというと、やっぱりブラックのイメージとかネイビーのイメージが強いんですが、そこに対してオリーブ系を持ってくることで、人との違いを出せたりだとか、自分も着てる中ですごく新鮮な気分になるので、なかなかこの色合いがいいんじゃないのかなと思います。まあ、表面にはステッチがなくてですね、スッキリとした見た目になっていますし、腰にはですね、しっかりと大きめのポケットがついていまして、これがデザインのアクセントになっているんですね。まあ、かつてのユニクロとホワイトマウンティネリングのコラボレーションダウンを彷彿とさせるようなデザインになっていまして、これはやっぱりユニクロの中ではナンバーワンのダウンじゃないのかなと思います。まあ、こちらを主軸にしながらコーディネートを組んでみましたが、内側はですね、先ほどいろんなものを合わせてみました。皆さんが見ていただいているですね、この画角はですね、いつも通りですね、まあ、それなりに整頓されてるかなと思うんですが、残念ながら僕の目の前はですね、服の山になっています。いろいろと内側も変えてみたんですが、やっぱり使いやすいのは、このホワイト系の組み合わせだなというところで結論が出ました。一番下に来てるのはですね、モックネックの T シャツになります。残念ながらちょっとユニクロのもの今回は持ってなかったので、手持ちのもので合わせてしまいましたが、ユニクロの定番商品でモックネック型の T シャツありますので、そちらのホワイトで対応していただければなと思います。首元ちょっとですね、高さを出すことで、暖かいのとレイヤードが組めるので、ちょっとした気の利いた見え方になってくるかなと思います。そしてその上に着てるニットですね。これは今季のですね、ミラノリブのニットになります。色はオフホワイトですね。下に着ているモックネックの T シャツが白で、上に重ねているものがオフホワイトということで、まあ、ほぼホワイト系でですね、重ね着をしていますが、まあ、このような形で、オリーブのアウターの内側はホワイトで、なるべく爽やかにですね、着こなした方が、まあ、バランスよく仕上がるなというのが、まあ、改めて実感をしました。まあ、ぜひ皆さんもこのような着こなし、試していただきたいなと思います。で、ボトムスに関しては、まあ、相変わらずですね、僕はタックワイドパンツが好きなので、こちらを合わせてみました。まあ、細身が良ければ感動パンツだとか、スマートアンクルパンツ、そのあたりでもいいかなと思うんですが、そのあたりはですね、皆さん、お好みで、手持ちのものでですね、対応していただきたいなと思います。やはりですね、このダウン自体も少し緩さのあるサイズを選んでいるので、まあ、ボトムスもそれに伴って、ちょっと緩めの方が個人的には好きなんですね。ただ、考え方によっては、ダウンをちょっと緩めにしながら、ボトムスをギュッと引き締めるというのも、結構バランスが良かったりするので、感動パンツ合わせたりだとか、まあ、もしくは、もう、トレンドアイテムでは全然ないんですが、ブラック系の細身のデニムですね。そういったものでギュッとまとめるのも意外とバランスがいいかなと思うので、そのあたりはお好みで選んでいただきたいなと思っています。で、靴に関してなんですけども、僕実はあんまりやらないんですが、今回はあえてブラックのですね、クラックスのワラビーで合わせてみました。まあそうすることで、ちょっとこう、革靴ではあるので、綺麗さが漂うのと、ボトムスと靴まで一色でまとめることで足長効果をですね、出すことができるんですね。まあダウン自体膨らみ感があるので、ちょっとスタイルがあまりよく見えるようなアイテムではないので、そこに対してあえてですね、ちょっとこう、クラークスのワラビーとかもソール厚めなんですね。しかもブラックのパンツと一体化させることで
足長効果でシュッと見えるので、まあ、このような形で今回は下半身はオールブラックで合わせてみましたが、いかがでしょうか。もちろんですね、ホワイト系のジャーマントレーナーとかでも合いますし、ニューバランスのスニーカーでも合います。まあ、ここまで着こなしがですね、ある程度出来上がれば、靴に関しては好みですね、その時々で変えてもらうのもいいと思います。ちょっとシャープに見せたいのであれば、こういった色を揃えるような形のコーディネートもいいと思いますし、トレンド感出したいならニューバランス、ベーシックでいきたいのであればジャーマントレーナーだとか、もしくはホワイト系のオールスタークッタとか、このあたりで合わせてもらえばまず間違いがないかなと思うので、まあぜひ皆さんもですね、このような冬のコーデの中では鉄板ですね、だけどブラックのダウンではなくて、あえてオリーブにすることで人との違いも出せるかなと思うので、よかったらお試しいただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では全身ユニクロ冬コーデということで、皆さんに具体的なスタイリングを3つご紹介させていただきました。いやーですね、相変わらず僕の目の前には服の山ができてるわけなんですね。まあ、僕の持っているユニクロの服をあれこれ引っ張り出してきて、ああでもないこうでもない言いながらですね、皆さんになるべく再現しやすいようなスタイリングを組んでみました。まあよかったら皆さんもですね、参考にしながら手持ちのお洋服、ユニクロのものだけに限らず、いろんなものでですね、再現できるかなと思うので、まあぜひ参考にしていただければなと思っています。まあ今回の動画で僕がお伝えしたかったのは、まあファッションというのはお金をかければ選択肢がそれだけ広がるものではあるんですが、だからといって必ずおしゃれになるわけではなくて、まあある程度どういったアイテムを選んでどのように組み合わせるのか、まあこのあたりを知ることで、ある程度予算を下げてでも一定のスタイリングは組むことができるよということをですね、なるべく皆さんに分かりやすくお伝えしたかったんですね。そういった思いが少しでも伝わったとしたら、個人的にも嬉しいなと思っています。まあ皆さんの需要があればですね、これからも定期的に全身ユニクロコーデやってみたいなと思いますので、よかったらコメント欄に感想なんかも書いていただければなと思っています。まあこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、まあ今回はですね、このようにユニクロを軸としたような形で動画をお届けしましたが、普段なかなかお伝えすることがないようなセレクトショップのオリジナルから、ドメスティックブランド、また専門ブランドのですね、アイテムですとかコーディネートの解説は、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、まあ、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形で、まあ、ワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がないんだよなという方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方ではおすすめの最新アイテムですとかコーディネートの解説を毎日ですね、文章と写真ベースでお伝えしているんですね。なので動画と違って大体2分ぐらいでサクッと読めるような記事になってますので、まあ、気になる方はですね、こちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。